皆様、こんにちは。私、MSC ソフトウェアの城と申します。今日のウェブセミナーは、射出成型品の破壊、面断性、疲労に関する解析ソリューションに、つきましてお話をさせていただきます。それでは、早速ですが、始めさせていただきます。まず、今日のアジェンダです。今日のビデオナはまず、ビジマットの概要についてお話をいたします。その後は、ビジマットで材料モデルの作成において、破壊、面断性、そして疲労の定義、この3つの内容に、それぞれにつきまして、紹介してまいります。まずは、ビジマットの概要です。皆様の身の回りの副材料を観察しますと、軽量化や強度の向上のためとか、金属の代わりに副材料が使われている動きが見られていると思います。飛行機の胴体の部分、その中の内装、そしてスポーツ用品、そして最も副材料化が加速している自動車に関連する部品、特にエンジンマントとか、フットアントエンドモジュールなど、構造上、強度が要求される場所にも、複合材料が使用されておりますので、それに伴い、ソフトウェアより解析するニーズが現れていますね。しかし、複合材料は金属より構造上も、そして力学上の挙動が複雑です。設計変数もかなり多いですので、材料開発にはたくさんの課題がございます。こういった背景の下で、リジマというソフトウェアが開発されました。リジマとは、どのようなソフトウェアかと一言で言いますと、マルチスケールで、非線形の複合材料モデリングのためのプラットフォームです。開発元は本社がベルギーにあるエクストリームエンジニアリングという会社です。こういった短い、こういった単繊維強化樹脂、長繊維水化素複合材、一方向材、ハイブリッドコンポジット、または織物、組物の構造を考慮する複合材料、そして、無精油、カーボンナノチューブなど、様々な材料を対象として、設計、開発、そして強化に対応しております。特に複合材料の構造物に対しては、正確で効率的な部品を解析処方を提供するソフトウェアです。ビジマットのユーザーさんと言いますと、主に材料エンジニアと構造エンジニアが多いです。現在、約400社の企業と100の大学や研究機関がビジマットのユーザーとなっていただいております。特に樹脂、複合材の材料メーカー、そして自動車、航空業のメーカーなどが、ビジマットを使用していただいております。ビジマットという、プラットフォームは現在8個のモジュールがございます。今日のウェビナーにお使いになるモジュールは、こちらの材料特性を計算するビジマット MF、そしてパラメータフィッティングの機能と材料ベースの機能が持つビジマット MX。で、樹脂流動解析から結果を構造解析の一緒にマッピングするビジマットマップと、連星解析を行うためのビジマット CA とビジマット RP です。ビジマットの特性と言いますと、ミクロの構造の影響を考慮して、枕の製品の特性を解析するところです。
様々な、こういった様々な樹脂、添加物までに、単体からの材料特性から、検出化を使いまして、材料全体の特性を予測します。こういったふうに、樹脂の流動解析ソフトウェアから、繊維の配合と、ビズマと NF で作成した材料モデルを組み合わせて、解析ソルバー、構造解析のソルバーに、受け渡して、電性解析を行うことより、この繊維配合を考慮して、材料の違法性を考慮して、高精度な構造解析を実施できます。今日のウェビナーは、こちらの、射出成形品において、材料モデルの作成に、破壊面断性と疲労を定義することに関する内容となります。それでは、まず、デジマートで材料モデルを作成する際に、破壊の定義に関する話になります。材料の破壊ということをよく聞かれていると思いますが、では、いろんな種類がございます。例えば、角の変形を受けて、使用不可能な状態になる材料の破損と呼ばれています。呼ばれることと、構造組織の破壊より意識的な亀裂、また、それに対する、組織的な亀裂、破壊と呼ばれているのと、材料が完全に2つ以上に分離してしまう現象、破断という、いろんなものがあります。これらを総称して破壊現象と呼びます。今日の理由はこちらの発音に着目します。特に、射出成形品において、ビルマットと構造解析ソルバーの全性解析について紹介していただきます。ビルマットを使って解析を行うワークフローについて説明いたします。こちら、ステップ1のところですが、樹脂流動解析から得られた繊維の配合分布のデータです。で、こちらのデータを有限要素法とかって MEF の解析モデルに、ビズマットのマップというモジュールでマッピングします。そして、ビズマット MF で材料の破壊特性が定義されている材料モデルを作成します。この2つを組み合わせて、連鎖解析を行います。ここから解析構造の結果が得られます。これから詳しく紹介していくのは、こちらの3番のデジマート NF で沸騰材料の破壊定義するところでございます。よくデジマート NF で使用されている方はご存知だと思いますが、こっち左側にある解析ツリーには、材料の定義、樹脂構造の定義と RGB の定義、破壊の定義、そして壁の定義が、いくつかございます。破壊基準に含めた、破壊に関連する設定は、解析ツリーのこちらのスペリウム破壊の定義から行います。その前に、まずいくつの概念を紹介いたしますが、レジマートの中で材料が破壊したと判定するのは、合力歪みの状態から破壊基準値を算出するスペルインデックス、破壊指標、こちら FA の値が使われております。こちらの破壊指標は、合力
もしくは沈み場、設定した、対応する各階、敷地の比率となります。こちら FA の値が1を超えましたら、各階と判定されます。また時事の後で、複合材、5材、もしくは繊維、それぞれのレベルで、赤い指標を算出することが可能です。一般的には、赤い属より、複合材としての評価を行うことが多いです。それでは、斜視成形品でよく使われている、2つの赤い属について紹介していきます。1つ目は、サイヒール 3D。トランスバースリー、アイソショピックという、赤い属です。下は歪みベースと応力ベースの種類がございます。こちらで一つ注意してほしいのは、単繊維強化樹脂の特大に対しては、こちらの赤い属ですと、割と足側で行った、領地を定義することはできないです。で、次、入力として使用可能な値は、最大チェック、シュパリという仕組みが応力、最大メンナー、シュパリという仕組みが応力、そして最大横線段という仕組みが応力となります。で、もう一つは、3D、トランスバースでアートチョップという破壊色です。こちらも歪みベースと応力ベースの種類がございます。で、先ほどのサイヒルの破壊色と違ったところは、ここではシュパリと圧縮で異なった領地を定義することができます。そして、入力できる給与値も最大軸圧縮と、最大面内、圧縮の許容歪み、あるいは応力、こちらの2つを足しまして、全部で5つとなります。また、こちらの破壊力に定義される許容歪み、あるいは応力には、歪み速度の依存性、温度依存性を適用することも可能です。時事の後、MF の場面では、ここで、関数を定義できる FX というアイコンがございます。こちらの機能よりは、歪みの速度依存性、もしくは温度依存性をテーブルで、こういったテーブルで定義することが可能です。こちら示したのが、射出成形品のデジマスと構造解析、それから連携解析の事例となります。解析コードはデジマスとマークです。デジマスで、選択した素粒子はハイブリッド素粒子となります。赤い属はサイヒールの 3D。トランスバースリー圧縮機構を使っております。で、今、こちらの、画面に示したのが、マクロスコピーのテールインジケート。で、こういった材料の違法性を考慮した部品の破壊解析が行われまして、破壊の可視化が実現できます。先ほど紹介した破壊力は、体積全体の応力か歪みの値だけで破壊を判定する手法でしたが、これに FPGF、透視教シードグレインフェリオモデルを適用することができます。これは同じくデジマと MF で、定義する、他の属性ですが、こちら FPGF を
使用しますと、メリットは、繊維の開口の影響が適切に表現されますので、破壊の精度は上げられます。そして特に単繊維強化樹脂用の破壊モデルとしては、適用が可能です。じゃあ FPGF、どういうものかと、コンセプトを説明していきますと、単繊維強化樹脂の中は、こういった風にいろんな繊維がいろんな方向に分布されていますね。で、仮想で、こうして N 個の繊維が完全に揃った領域、これが C 極链と呼びますが、この繊維が完全に揃った領域が N 個に分割しまして、ここが独立で、それぞれの破壊指標、独立で、評価されます。そして、それぞれ均質化させて、ソフトモデルによって全体の評価が行われます。これが FPGF のコンセプトとなります。で、この FPGF は破壊の判定の計算によって、手法が3つございます。まずは PGA というものを紹介します。こちらの公式の中では N がシードグリーンの数です。で、WK が各シードグリーンの重み付けの係数です。そして FK は各シードグリーンで計算された破壊指数ですが、ここは0か、または1のいずれかの、値を取りまして、分子の部分は実は壊れたシードグリーンの割合となります。また、分母の方は、こちらの PDA、プレキュアのは、破壊の引き位置でして、PGA の、また破壊では、0.7から0.9の値を推奨とします。じゃあ PGA の値が1を超えましたら、つまり分子の値が分母を超えましたら、材料の破壊と判定されます。で、グラフで見ますと、こういった不連続の、破壊判定値となります。次は PGC という手法です。で、さっきの PGA と違ったところは、各シードグリーンに対しまして、0か1のいずれかの値ということじゃなくて、そのまま計算された FK を、の値を使いまして、そして、破壊の位置と比較する方法です。グラフ上ですが、では、PGC はこういった連続に上がっていく破壊、判定値となります。もう一つは PGC のステーションディルという手法となります。で、ここで取る値は FK の値、と1の間、小さい方の値を取って計算する手法です。これをする意味は、FK の値を1を超えないようにしております。こちらの手法は、波段歪みが大きい、延性が強い材料にもよく使われております。ここまで紹介したこの3つの方法は、計算形、形式は、計算方式の形式が全く同じですが、各
シードグリーンで計算されたこの破壊指数の取り方が行われたわけです。ここまで FPGF の計算処方について紹介いたしました。FPGF のこの精度を向上するためには、このパラメータが有効となりました。DMAP と MF の画面では、こちらのインテグレーションパラメータのタブの下に、Number of Angle Increment という、設定するところがございます。で、こちらの数字を大きくすれば、いうこと、精度が向上しますが、それに対しまして、計算時間も増えます。精度と計算時間は、兼ね合えて12を推奨します。ただ今も12がデフォルト値となっております。破壊の話はここまでとなります。次は DigMap の、年齢モデルにつきましてお話をさせていただきます。面団性材料は名前の通りに、蜂蜜のような粘性とバネの弾性が両方の特性を持つ材料です。周りによく見られる面団性のある材料はゴム、そして、樹脂などです。ユジマートで、扱える人断性の特性は、主に次の2種類がございます。動的人断性と静的人断性です。動的人断性は非常に速度、依存性とも言い換えられますが、変形が早いほど、材料が硬く表現になります。そして DMA という動的粘弾性で測定された特性も、こちらの動的粘弾性に含まれております。静的粘弾性の方は、応力緩和とクリープ、この2つの現象が含まれております。応力緩和は、材料に一定量の変形を保持し続けたとき、応力が徐々に低下していく現象です。つまり、変形が一定量です。クリープは、一定の数もしくは、応力を負荷し続けると、徐々に変形が進行する現象と言います。つまり、こちらは荷重もしくは応力が一定量となります。本質的にはこの二つが同じことが発生しています。特に樹脂は飛しょ部分が多く持ちますので、クリープ特性を考慮して材料モデルを作成する場合が多いです。ここからは動的粘弾性および静的粘弾性について詳しい話をしてまいります。まずは動的粘弾性につきまして、動的粘弾性を扱う場合に必要な入力条件としては、樹脂の貯蔵弾性率と樹脂の貯水弾性率、こちらの2つのマスターカーブが必要となります。こちらは両方とも動的粘弾性試験、DMA から得られます。こちら示したのが、こちらのグラフは、最適断性率 K と先端断性率 G の貯蔵断性率及び、その初出断性率のマスターカーブとなります。動的粘弾性は、こちらのマスターカーブを
使用して、MF でこちらのお発行するように沿って設定していきます。対象は、射出成形品の樹脂、部材の方となります。手順としては、まず、関数、こちら MF の画面で、FX の、こちらの関数の機能より、樹脂の初号断性率と、その中断性率を入力します。次は、そのまま MF の中でマスターカーブのセッティングが行われます。それで、導入教室、初期断性、初期体積断性率と初期先端断性率が、こちらのパラメータが同定されます。かなりこちらが便利な機能。それでは、動的面断性を考慮した解析事例について紹介していきます。こちらは自動車のエンジンルームの中、エンジンに近い部品です。こちらの射出成形品で、レジマートと MSC のマットランというソフトが連携して周波数の応答の解析となります。デジマートが使われていたのが、こちら、材料配合の結果を考慮して、材料モデル。で、要素ごとに材料主軸と、違法性であるの特性が自動提示されていまして、次で材料周波数移動の、純正と違法性の、純正が両方考慮できることになりましたので、各ケースの結果が比較されました。動的面断性の話はここまでとなります。ここからは、静的面断性の方についてお話をします。そして、成形品は、静的面断性を考慮し、る場合も多いです。次と、強力緩和を定義するためには、こちらいくつの試験のデータが必要となります。静的試験、引っ張り試験は3方向。ダクリープ試験の方は1方向。かける、応力断性水準の、試験データが必要となります。こちらも、射出成形品の樹脂、部材の方を対象として設定していきます。ワークフローとしては、こちらまず、初期先端断性率と初期体積断性率を計算して、ここは、静的光試験の断性率を合わせるためです。そして次は、先端断性率、およびその体積断性率の導入教室を調整します。ここを FM で調整することもできます。MX もしくは MX でヘッティングすることもできます。最後に、こちら、グリープの曲線と、この、ビジマーと MX でヘッティングした結果と、一致しているかどうかを確認します。こういったワークフローとなります。クリープを考慮して、解析を行った事例ですが、こちらの事例は、ラディッシュという、材料メーカーからです。課題の背景としては、ブレーキのこの締め付き、スケリック、力が長時間こう一致される場合に、クリープもしくは
暴力緩和の現象が発生することによって、過労の損失が起きます。このコンポーネントの部品に、残すはずの値を推定したいということです。解析手法は、リジマットによって、面断層の材料モデルです。こちら、データベースに合わせて、面断層の材料グレードのパラメータを統計します。その後は、図子量動解析を2線分布のデータをマッピングしまして、マークという解析ソフトを、解析ソフトが連携して、クリップとオルカンを考慮した、コード解析を実施するという流れです。ここは先ほど紹介した事例とかなり似たような解析を、詳しく説明をしていきますと、まず、クリップの特性を取得するために、この事例の中は0と90の両方、ダンベル試験品を、成型品から引き出して、で、3種類の荷重で、1点時間を光ることで、クリップの曲線を取得します。その後は、静的面断性モデルを、リズナというリバースエンジニアリングですることで、パラメータを想定します。想定する際には、こちらのリスコイアシスというクリップのモデルを適用しております。また、試験片の、こちら、断面をスキャンすることで、CT スキャンを行います。で、ステインの配光センサーを出力されました。その後は、カーボンヘッティングですね。まずは、初期体積断性率と初期前段断性率を、合成するためには、まずは線形領域だけでヘッティングをします。カーブスティングを行います。その後は、クリップの直線の、サーフェリングも行います。結果としては、おめめりをこの結果が得られました。最後に、このデジマと CAE よりマークと連星解析を行いました。こちらのグラフにしたのが、境界条件です。また、荷重のかけ方は、こちら、もっと右側の方を示したように、まず初期荷重を10秒かけます。その後は、応力緩和、クリップの胴体に入りますが、解析時間は、一応、ちょっと長めに、15年ほど設定されております。で、これで残留した荷重の値を確認することができます。こちらが解析結果です。応力緩和の方は、変形が一定量としますので、時間が、経つにつれて、力の値が徐々に下がっていくことが分かりました。で、クリップの方は、かける荷重が一定量ですので、時間が経つにつれ、変形の量が徐々に上がっていくことが、という結果が得られました。で、こちらの面断性モデル、リスコイアスティックモデルを、では、ほぼ一定の速度で力を検証させる、もしくは、変異を増加させることが分かりました。具体的、の意味と言いますと、部品を設計する際には、安全マージンを考慮しますので、こちらの解析は、この締め付け荷重 F が適切な範囲で
内であれば、このブレーキシステムの機能に影響が与えないことは考えられるですので、こういう結論が得られました。以上が静的面談性のモデルに関する内容となります。次は最後のセクションとなりますが、デジマスの資料に関する内容です。材料の疲労は比較的に理解しやすい特性だと思いますが、疲労という言葉は人間にも使用できます。人、犬などの動物は、運動すると疲労しますが、こう、食事をして休めば、基本的には回復します。そして材料、例えば金属、複合材料も、使用します。しかし、回復は、しないです。で、こういった材料、疲労が繰り返しますと、ついに壊れてしまうことが起こります。これが材料の発火、疲労と言います。また、金属、材料の、疲労の特性の強化の必要性、と言いますと、金属の場合は、こう、静的な発火、腐食、あとは、低サイクルよりの疲労、それ以外に、単純疲労。こう、機械破損の約8割が、疲労による破損ですね。特に、疲労性の、評価は必要です。で、複合材料の場合、一般的に繊維強化樹脂などの副材の強くては金属と違うところがあります。その理由が2つがございます。で、1つは特に直接接合剤は、疲労もしくは粘土作業化におけるクラスは比較的に安定です。もう1つは、プラスの進展、金属より、この、亀裂の進展が遅いという、この二つです。そうでは言いますが、複合材料に対して、疲労評価は必要がないのかと聞かれますと、そうではありません。そうではありません。複合材が金属と違うところと言いますと、かなり設計変数が多いです。固定の設計変数、あるいは試験の条件に依存して、疲労の特性と損傷挙動がかなり変化しますので、金属よりも、時間と費用がかかります。こちらは、特に、課題となりますので、デジマートは、こう、単繊維強化樹脂と連続繊維といった複合材の疲労問題に、有効なソリューションを提供することをしております。疲労現象を言いますと、繰り返し数で分けられております。繰り返し数は、1万サイクル以上での、こう、フォーサイクル疲労と言います。1万サイクル以下は、低サイクル疲労。2種類がございます。デジマートの適用範囲は、フォーサイクル疲労の方、こちらの方となります。フォーサイクル疲労実験は、行うために、繰り返し数が多いですので、非常に長い時間、また費用もかかります。デジマートを使いますと、時間を、と、労力も節約できます。また、大幅なコストの削減にもつながります。
対象に対しまして、デジマと交際する疲労化における、単遷移強化樹脂、もしくは連続転移強化樹脂の、この両方の順路の予測ができますが、本ウェビナーではこちら、単遷移強化樹脂を対象してお話をしてまいります。で、こちらがクォーサイクル起動素粒子のワークフローとなります。破壊解析の時とかなり似たように、まずは樹脂の流動解析から得られた繊維の配光の部分の結果をデジマートマット、マップという、モジュールで FEM の構造解析モデルにマッピングします。そして、デジマート MF で、材料の色特性が定義された材料モデルと合わせて、デジマート CA より連星解析を行います。それで解析コードの結果が得られます。記号の定義を行うのが、こちら、手順3のところ、材料モデルの作成という際です。デジマと MF で、軌道定義も実は2種類の軌道モデルがございまして、こちらハイサイクルマトリックスダメージ80の方は、主に連続遷移強化樹脂を対象にしたモデルでございます。また、定義するのは樹脂の方の色特性となります。で、そこで、介在物、つまり繊維の影響を反映させることで、材料全体の色特性を計算する手法となります。で、ここから詳しく紹介していくのは、こちらのハイサイクル、シドグリーンのハッチークという手法です。で、こちらの手法は通常、成形比の解析で使用します。そして、材料全体の特性として、特性を定義します。で、各配光状態に、色特性を計算して、SN 曲線を設定することで、色の特性が定義されますが、ただ、母材の樹脂は、男性体の図解が全体となります。MF では、こちら、解析チェリーのセルから、アンドサーチーズ、セールインディケートから、設定することができます。こちら、実験編の繊維配合を考慮した SN 曲線の作成に関しまして、こちらの方法では、繊維に対して、0度、90度、さらに、剪断成分のもう一つ。これ、3つの SN 曲線がセッティングすることが必要となります。しかしですね、実際の試験編では、繊維が一方向に揃っているわけではありませんので、そのままではインポートのデータとして扱えない。そこで、デジマート MX のリバースエンジニアリングを使いまして、試験編の繊維配合と SN 曲線から逆算という形で、特定成分の SN 曲線を取得します。今のスライドに示したのは、こちら、3つの成分の SN
点を、これ、あらかじめディジマと NX で同定して、こっちかを MF にインポートしています。MF では、応力値の指定、こちらの、レフレンスロードレーションから設定できます。よく使われる、応力値の値は0、0.1と、マイナス1、これらのパターンがございます。その後は、平均応力の依存性パラメータによりまして、この CFL 点図を再現します。こちらの CFL 点図は応力状態と疲労破壊の、関係を規定するグラフです。応力値によって SM 曲線の違いが表現されています。で、こちらの限定解析より、コード解析の結果がアウトプットされます。連星解析を行う際に、デジマートは、こちらの、自動解析専用ソフトウェア N コードもしくは、ワーチュラル、ここで連星解析し、行うことが可能です。で、ここは、一定進捗、または、可変進捗にも対応しております。また、通常の解析、コード解析ソフトウェアですと、水平を考慮して SN 曲線まで赤いタルへ、繰り返しを指定することもできますが、ただ、一定進捗のみ対応することとなります。例えば、こちらのスライドに示したマークなどで、などの FEM ソルバで計算が終わった後に、コスト処理として、こう、8回になるまでの繰り返しをカウンター数で確認できます。こちらは、メンタードで結果を見る画面です。このスカラを、ハイサイクル80、クリティカルナンバーオフサイクルに入れ替えますと、各部分の繰り返し数が、見れます。最後に、サイクル、高サイクル使用を考慮した事例について紹介いたします。こちらの導入企業は DSM という化学メーカー、化学品のメーカーです。目的は、高サイクル疲労特性を予測することです。解析手法は、まず、エンフラのこの樹脂部品について疲労試験を行い、応力値違いの SN 線をまず触覚しまして、またこちら試験結果から SN カーブと、トルマンダイアグラムに変換して、これらを、使いまして、デジマットで疲労モデルをまず構築しました。で、それから、分子量度解析によって、繊維配合分布の結果を得まして、それと組み合わせて、デジマット構造連解析ソフト、ソルバー連携解析を行いまして、疲労順を予測できました。結果としては、こちらの結果、実際の持続の結果、比較したところ、こちらの予測値は安全側にあることが分かりました。これは、高サイクル過剰化における天ぷらの疲労順位を予測が、シミュレーションを使うことで、効率として、精度の面で、向上が見上げたという結論に至りました。
最後、今日のセミナーのまとめとなります。まずは、射出で経費の対処としては、破壊の定義で生産が可能ですと。破壊に対しましては、こちら、従来の破壊モデルの上で、精度を向上させた、FPGF の固定の破壊モデルも使用可能です。または、面段性を考慮して計算も可能です。で、対応する面段性特性は動的面段性と静的面段性両方です。また、治療におきましては、高サイクル治療、そして低サイクル治療がありますが、リジマットでは主に高サイクル治療を対象とします。で、リジマットと構造解析のソルバー連携解析しますと、治療順位の制定が可能となります。今日のウェビナーの内容は以上となります。